本当なら日韓ワールドカップに出るつもりだった。稲本潤一や小野伸二ら黄金世代を超える異次元だった。消えた天才がこちら。元日本代表の稲本潤一選手は黄金世代の天才。小野伸二選手を超える選手がいたことを番組で明かしました。将来を嘱望されながらも若くして現役を引退した消えた天才はなぜプロの舞台で活躍し続けることができなかったのか。当時の状況を同じ時期に活躍した稲本潤一選手と中澤佑二氏が赤裸々に語った。消えた天才とは、稲本潤一選手らが語った天才ストライカーが小松原学という選手だった。彼が生まれたのは1981年4月2日の群馬県でした。4歳でサッカーを始め、小学生の時には全国大会にも出場しています。中学では地元を離れベルマーレ平塚のジュニアユースに。そこでもめきめき力を伸ばし、中学3年生の時には2学年上の黄金世代がひしめくアンダー17日本代表に飛び級で選ばれます。この時の黄金世代といえば泣く子も黙る天才集団です。小野伸二、稲本潤一、高原直弘、本山雅史、小笠原光雄、中田浩二、遠藤康人などの名前はほとんどの人が一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。そのような現在でも活躍する選手が多数いるほど、日本サッカー豊作の年代が黄金世代です。1999年のワールドユースで強豪国に次々と勝利し準優勝、世界中を驚かせました。そんな天才たちの中にわずか15歳で引き上げられる天才、当時のサッカー界の期待を一身に背負っていたことがわかりますね。これには元日本代表ディフェンダーの中澤佑二さんも、天才の中の天才、間違いないと当時の小松原選手を手放しで大絶賛しています。そしてその後も高校生ながら J1 ベルマーレ平塚で J リーグデビュー、当時の最年少出場記録を更新しました。今では高校生 J リーガーなどは珍しくないけど、当時はまだ J リーグも5年目だったことを考えるとかなり期待されていたことがわかります。しかし現役生活は悲惨なもの、怪我やスランプに悩まされ徐々に出場機会も減ってしまいます。その後チームを転々とし、2005年に現役を退きました。稲本潤一、中澤佑二が絶賛する小松原学のポテンシャル。番組内で当時の小松原氏に対する印象を問われた稲本潤一は、ワールドカップに出るイメージがあった。と、日韓ワールドカップで一緒に戦うことを想像していたことを話している。身長は182センチメートルと高く、過去の映像を見るとスピードも結構速いです。また稲本選手はゴールに対する嗅覚が特徴的だったと語っており、ストライカーとして必要なものを全て持っていることがわかりますね。今の日本代表にいてくれればと考えてしまうのは私だけでしょうか。そのポテンシャルは小野伸二を超えるかもしれないと期待されていた。ではなぜここまで将来を有望視されていた小松原さんはサッカーをやめてしまったのでしょうか。期待の大きさに潰された天才、若くして成功への階段を駆け上がり始めた、そんな小松原氏を変えたのはその環境が一番の要因だったようです。1998年ベルマーレ平塚はチームの中心選手だった中田英寿がセリエ A ペルージャに移籍し、それに伴いスポンサーも撤退。もちろんそんなチーム状況では高額な選手を置いておくことはできません。主力選手はどんどん他のチームへ流れていき、クラブはどん底に。その後の健闘虚しくベルマーレ平塚は J2 に降格してしまうのです。そんな負の連鎖が続くチームで頼れるのは当時まだ10代の小松原選手でした。しかしその重圧はプロになって間もない当時の小松原選手にはあまりにも大きすぎたのです。度重なる怪我、そして痛みに耐えながらのプレー。いくら天才でも体は人間です。あまりに早く消耗しすぎた小松原選手は22歳にして引退を決断せざるを得ませんでした。小松原氏の現在とは、小松原さんの現役時の年俸は若手ながらになんと1000万円だったといいます。これは当時の J リーグの規模から考えると相当な高額です。しかしそんな年俸も引退後はもちろんゼロ。ギャンブルで日銭を稼ぐこともあったようで、本人も番組内で死ぬしかないと思い悩んだことを明かしています。そんな中どうにか前を向いた小松原さんは、柔道整復師、鍼灸アンママッサージ師の資格を取り、2010年に育成年代の指導を目的とした JEO サッカークリニックを立ち上げました。代表権
監督兼、柔道整復師兼、鍼灸師という見事な万能ぶりです。そして2012年には地元群馬県にパス鍼灸治療院を開業。今では元日本代表の前園真聖さんや決め石をはじめとしたプロアスリートやアーティストなども足しげく通う盛況ぶりだそう。ここだけの話、治療院の収入だけで現役時代の年俸は超えているとかいないとか、まさに一発逆転ですね。また2014年には NPO 法人ラファーガフットボールクラブを設立し、より一層サッカーをする子どもたちの環境づくりに尽力しているとのこと。治療院の売り上げからクラブハウスや専用グラウンドを作ったみたいです。まとめ、将来を有望されていながらも度重なる期待のプレッシャーと怪我で引退することになった小松原さん、クラブの危機的状況で身を削りながらプレーを続けたのも、引退後の事業に自身をよく知る人が足を運んでくれるのも、全ては小松原さんの人柄あってのことでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。